ら、誰かいる。なんだ、結構荒れてない？あらー。なんでなんで、待って、あ、来たー。あ、ん、あれ、あら、あらー。ナールです。まひろです。ナイトグローブ、はい、ウェルカムトゥークーロンの作者の最新作ですね。うんうん、あ、楽しみだね。行きます。行きましょう。主人公は配達員で、うん、まあ、近隣住民に噂されてるちょっと怖いホテル、ホステル、うん、であるナイトグローブに配達に来たんだけど、うんうん、気づけば襲われてナイトグローブに閉じ込められていたみたいなストーリーらしいね。ほうほうほう、なるほどなるほど。ウェルカムトゥークーロンは普通に泊まりに来てたもんね。うん、そうだね、ちゃんと日本語対応してるね。私は断ることができなかった。かっこいい書体で書いてある。筆文字。うんうん。はい。はい。ムービーも早々にだね。お、コンコンできる。コンコン。あ、今自分でしたんだ。いないようだ。いや見たらわかる。あ、開けられる。配達しに来たんだよね。そうだね。もう置いて帰ればいいやんって感じだけど。本当よ。もう。あ、もう閉じ込められてる。閉じ込められてんのかな、これ。先に進んでみますか。特にドアとかも開かない。こっちも開かないね。うんうん、あ、あそこ開いてるね。あ、本当だね。開いた！あ、開いた！あら、誰かいる。ピザ？なんだ？ピザ持って、あれ、なんだ？これが襲われたかな、もしかして。あー。閉じ込められちまったぜってことなのかな。なるほどね。強制宿泊。お？あら。やあ、配達人。私の命令で、にはめたことは申し訳ない。罠にはめたとかなのかな。君を生かせるわけにはいかない、うん、だから君を助けなければならない、うん、私が選択肢を探る間シューはしていてくれ、うん、コンシェルジュボブ。ほうほうほう、あ、ボブなんや。え、普通の人か、襲ったのだってこの人じゃないの、うん、あ、取れた、これ、あ、取れ取れ、あ、う、なんかゲッチした。メモ帳見れる。クロニクル To make the first note in the diary。 ほうほう、ここに重要な情報を書き留める。 あ、メモできんじゃない、本当に。ガチャガチャ、ね、あ、あ、来た、あ、いた。あー、なるほどなるほど。割とさっき見た部屋、え、なんだ、なんかいる、血じゃない、いや、床が、あ、ほんとだ。結構荒れてない。いや、この量はすごいよ。踏みたくないよ、これ。やっぱこの血に辿ってった方がいいのかな。これ血の足跡ついちゃうよ、私の足の裏に。ええ、ほんとね。やばいやばい、警察警察。あ、その部屋だ。ラン、警察と救急車を。顎で使う、コナン君。え、あら、ええ、あらら、地下室から聞こえている。 あ、地下室なんだ。最近ここで夕食があったようだ。あ、どうした急に。紅茶はまだ熱く、全く手つかずだ。あら、そうなの。え、今まで人いたの、ここに。え、さっきじゃん、じゃあまだあったかいってことはねえ。10分20分。お、メモ帳とされたっぽいよ。あ、なるほどなるほど。キッチンで鍵を見た。あ、本当に、本当に鍵あんの。 あ、鍵あるわ。ここキッチン。ここにも一人ぼっち。あ、あ、ピザって書いてあるよ。あら、まだ食べる気だった。新しい。ピザだけ足りてないよね。うん、あ、で、教育書も足りてないのか。ピザお預けだな。いや、ほんとね。ここだけ見て、行っちゃおうか、うん、14号室に。行きましょう、行きましょう。何もなかったらカットされて、多分14号室に行ってまーす。ここが14号室です。あ、なんだ、あ、なんだなんだ。よし。え、え、何今の、何今の。ちょっと待って、今の。見せてよ、よく見せて今の。一瞬だって今。どこ行っちゃった。ここ、ね、あ、それだね、14号室。開けた。開きました。開きましたよ。おお、虫。あ、うん、刺された。死体の隣に鍵があった。死体、あ、それ死体？え？あ、あらー。皮を剥がされてるわ。っていうか、身もないというか。いや、身、そうね、肉がないよね。皮だけ剥ぐってなんかあれだね、人間の仕業じゃないかもしれないね。あ、確かに、うん、あ、お目目のマークのとこに行けるよってことか。あ、そういうことか、なるほどね。あ、もう我慢できない、地下室からの絶え間ない叫び声に気が狂いそうだ。最近、うん、監視ポストのスペアキーを盗むことができた。うん、誰かが到着する音が聞こえた。今私には救いの希望があった。え、私、あ、こんなこと、私のことリンクしまくってる。残念ながら助けることできなかったってか、これマジでこれ新鮮なってこと、これ。そうだね、きっと。ここだね、お目目のマーク。うんうん、ここはあれかな、管理人さんとかだよね、きっといるの。そうだね、ここにこう座ってくる人をこう、うん、そうだよね、ここで受付する感じだよね。あ、メモがある。
すべてのドアが開いているわけではありません。だが確かなことが一つある、うん、この家の主人は秘密をすべて屋根裏に隠している。おお、はっきりしないね。グッドラックって書いてあるのかな。確かに、うん、あ、パショコン、あ、パショコン読めんの。おな、なに、あら、あ、鍵がある、冷蔵庫の中に。あ、ほんとだほんとだ。今のはボブ、そうだね、確認しなきゃいけない、うん、言ってやるぜ。あ、言ってやる言ってやろう。このまま言ってやるぜ、すぐ確認したるで。あ、それだね、冷蔵庫。あれ、襲われる、さすがに。あれ、あ、そんなことなかった。なんだ今の。さすがにいるかと思ったらいなかったわ。22だ、22が、うん、ここ暗くなっちゃったね。あら、痛い、誰、好き。え、物理的な攻撃、痛い。え、これカワハギされたんじゃないの。いや、ほんとよ。あ、なんかいる、いる、あ、あ、お前、お前さっきのやつやん。あ、でも貸してくれ、地下の金庫にある設計図を探すんだ。地下はもう暗い、電気室は2階だ。あ、あ、じゃあさっきやられたのは、あ、まあ、絶対にやられる要素だったってことか、あれは。あ、とりあえず地下の設計図のために2階に行かなきゃいけないってことだね。あ、開いてる、ここが。あ、ほんとだほんとだ。なんだ、お、メモが。トイレに板があった、板、あ、それね。うわっ、ゴッキー、あたたたたたた、あー、あー、キモキモキモ。キッチンの冷蔵庫の後ろのドアに板を張っておこうかな。どうしたの。おー、なんでなんで。待って、誰か来た、やばい、これここいけるかな。あ、俺聞いたことある、この曲。いける、あ、押される。いや、無理か、無理ですよね。ああ、いなくなってるかもしんない。あ、いないわ。ああ、いなくなるんや。冷蔵庫の後ろの？あ、開けても、開けても電気がつかないタイプの冷蔵庫だった。え？あ、いた！ずるいやん、それは。あ、間違えた。あ、ダメだ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 。やばい、やばい、やばい。あー、いいね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 。ここか、ここに、そこ行くとほら、トンカチマーク出るからね。ほんとだ、ほんとだ、うんうん。あ、これでもう来ないよと。まあ、しばらくは出てこんよってことかな。うん、オッケーオッケー。で、2階いる、関係なかった。まあ、いいんじゃない、もうあそこは貼ったんじゃない、もう、うん、いいのか、うん、なるほど、もういいや。じゃあ2階行けるわ。おー、広いぞ。ほんとだ、思ったより広い。広いけど、とりあえず2階の電気室探そうって言ってるから。そうだね、2階行っちゃおうかな。あ、でも見たいな、見たいな、ちょっと見ちゃう。あ、ここが地下ですね、なるほど、なるほど、なるほど。で、向き的にここにやついるよね。そうだね。あ、いるね。見えないけどいるね。音するね。ここ開かない。じゃあとりあえず2階に行って電気室を探せばいいんだね。オッケー。で、22号室の鍵も持ってるから、22号室があったら開けたい。うんうん、暗い暗い。どっか懐中電灯ないっすか。これ、いや、ほんとよ、持ち歩けないか、これ持ち無理か。お、なんか書いた、お、あ、違う、書いたんじゃなくて、いや違う違う、ノコギリだ。あ、いけるやん、いけるやん、うん。あ、でも奥にしか行けない。え、あ、そうだね、しかも引っかかってない、なんか。そうだね、引っかかってますね、うん、あ、いけるいける、オッケーオッケー。あー、すごい。あ、あ、あるよ。やったぜ、その方がいい。すごいハイビームじゃない、これ。いやいや、だいぶ。あ、20号室。超強力だわ。いいね、いいね。いいね。あ、この流れで22号室に行く感じだね。あ、まだ上がある。屋根裏か。ほんとだ。で、4桁のパスワードか。なるほど、なるほど。お、ガッチャンコ。いいね。お、お、普通に部屋だ。どういう、ええ、え、え、な、な、何それ、どういう何すんの、頭はめんのそこに。これどういう用途、これわかんないわ。いいね。私はいつもお腹が空いている。お腹のミミズが食べの、うん、食べ物を欲しがっている。うん、今日ミミズを3匹祝った。どういうこと。おそらくコードの一桁が間違ってる。うん、え、なんかコードある、これ。なんかある。ちょっと主人公賢すぎて分からない。しか
でもずっとさ、ずっと板持ってんの、この主人公。本当だ。ミミズ3匹がコードなの？ミミズ33。ずってなんだ、ずって。ここ関係ないか。ここないね。ま、え？何今の？なんもなーい。あ、通れへんね。あ、すんごいことなってるよ。ウェルカムトゥークーロンで見た部屋がある。ちょっと登れやって。ん？何を？なんかミシミシ言ってんね。そうはならんやろ。開いた。お、開いた開いた。開いたし、意外と広いぞ。うん。ここは？あ、開くね。あ、ここだ、電気室。あ、電気室あった。いいね、いいね。これか。え？おうおお。タランタンタン。そういう付き方なんだ。開かない。あ、でもこれで全部開いた。ついたから電気がもしかして。あ、そうだね、うん。え、およ、あ、ここの電気消えちゃったもしかして。あー、うん、でっかく電気ついたのに。でももう行けるとこなくなっちゃったね。屋根裏行ってみようかね。あれだな、コードがわからないな。でも鍵も手に入れてないしな。なんか鍵や、あ、開いたよ。うわ、しまった。まあ入れんじゃない。入れない。逆のお隣さんは22の、あ、もう一回開いたよ。あ、開いた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 。え、おちょくられてるこれ。え、ってことは、あ、21が。あ、な、な、な、それ、な、それ、な、それ。パッ！お、え、あ、な、思ったのと違った。あ、今度は2階でお目覚めですわ。あ、ほんとだ。でもここに荷物なかったもんね、そういえば。あ、そうね。だから、あのお化け、あれだね、ここに荷物わざわざ積んで、隠れて、誰かいる！あ、誰かいる！それダメなんだよ。あ、待って、電気ついてる。あ、なんかついてるわ。でかーいのいたよ。え、これいけるか、いけるんか。厳しいよね、これ。あ、いや、追われてるね、割と。あ、ナオは逃れた。これいけたんじゃない。いけたっぽいわ。テレビがね、ついてましたので。うん、いるぞ、誰か。ちょっと待って、メモが足された。テレビの近くに鍵があった。あ、マジ。あ、ほんとに。でも人いるんだよな。あ、すごい歩き方してる。あ、やばい、やばいやばいやばい。ここ倒れないんだもん。あれ、そこにアーカイブなんてあったっけ。ほら、あ、本当だ。何をした。おう、地下室の電気をつけろと言った。眠れないんだ。このコンピューターを使う。それがないと屋根裏に入れないんだ。な、な、あー、これどのスイッチが何に関係してるかどう知るって。本当だよね、初めて来たんよ私は。あ、WASD だ。あー、これで見れるね、どこに誰がいるか。かわいいね。あ、かわいい。結構ファニーじゃん。走ってるってことは、今いないんじゃない？うん。そうだね。今や、今や。今や、今や。どこだ、どこだ。鍵、鍵。あー、あったあったあった、テーブルの上。あ、ほんとだ、ほんとだ。23。あ、23。正面。いける。これで地下室に。いけるのかな、この部屋入ったら。お、かわいい。なんか、なんか日本を感じる。うん、割と日本味を感じる。どこかに。アーカイブあった。父は？うん。よく私に人形をくれた。でも遊ばせるために本を読まされた。はいはい、あ、うんうん、私は本が好きではない。お菓子とお花と数字の5が好き。あ、5。急に。じゃあさっきの3、これは5ってことでいいのかな？そういうことだね。で、ほら、そこに人形があるね。あら、かわいい。ちょっと宇宙人味を感じる。2桁じゃ入れないよね。単語じゃいけんよ。これそれぞれ開くようになるのかな、多分ね。うん、それで4桁になりそうだね。ああ、あれ、なんか怪しいね。怪しいね。あ、いる。あ、あれてる。それどこなんや、これ。まだ3と5しか分かってないよね。そうだね、私は5が好き。あ、ここ行けるようになってる。あ、ほんとだ。あ、今ここ歩いてたんだ、あいつ。ここか、ほんとだ。うん。とりあえず、下には降りずに。うん。この階から見ていこうかな。そうしよう。あ、開いた。あ、出てきた。お、電気室や。あ、な、いたよ、今、危ないよ。やばいよ。ん？ここでも触れないな。さっき見た。あー、ここに戻って。あ、さっき来た部屋か。あ、オルゴールだ、オルゴール。やっぱ怪しいよね、これ。うん。え、おいおい、なんで鳴らした。おいおい、おびき寄せちゃうじゃないか。あと、今メモ帳アップデートされたね。あ、来た。
もういろいろ怒りすぎ。いや本当よ。あ、オルゴールを見ただけだ。開いてるわ。開いてるね。あ、鍵出てるわ。本当だ。ご丁寧に手前に出てる。そう。なるほどなるほど。オッケー。あと20を拾い。あ、右かな。ああ。ああ、オッケーオッケーオッケー。ここ25だ。あれここ開いてたっけ？開いてたかな。わかんないね。ここ見たっけ？難しいぞ。難しいね。あ、でもここか。なるほど。うん。あ、なんかシャカシャカした。お、なんか。お、あ、鍵じゃん。24。いいぞ。これ4桁揃うんじゃない？かもしれん。うん。24と25ね。オッケー。嘘です。24と20かな。そうだね。あれ開いちゃった。あ、ここここか。ここやだ、最初に。あ、なんだ？お、なんだ、どんどん増えていくよ。どんどん最上階のトイレに鍵があった。最上階？あ、これ最上階のトイレ？あ、20。おい、待って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 。20、24、21。オッケーオッケー。はいはいはい。とりあえず24に。あ、24だ。うん。いきます。ここは何でしょうか。あ、わ、お人形さんだ。やったーん。めめめめめ。お前。なんですかこれ。時間は止まってはいけない。時計を直さなければならない。ゆっくりだ。急げ。時間だ、ジョン。ジョン。ジョン。え？この部屋の住人のように。あ。あ、なんだこれ。これどれが日本だ？あ、そういうこと？世界の時計これ。じゃないかな。とりあえず21。21。いきます。いいね。ここだね。ここの4部屋で多分番号揃う感じだね、きっと。うん。そんな感じするね。お、ちゃんと吊るしてるタイプ。ほんとだ、偉い。壁に穴開けていいのか？ここの賃貸は。確かに。そもそも賃貸なのかここ確かに。みんな私を見下してる。汚れを洗い直し流したい。自分の目を見るのが怖い。自分とあなたと7という筋が切るなんだなんだ、はじもどや、はじもどる。7が嫌い、3匹のミミズ、5が好きみたいな感じだったよね。そうだね、そうだね。で、よし、20でしょ。いたしめる。ある。あ、あったあった、アーカイブ。ああ机の上に。あらららら、あらららよしよしよし。ガサガサいう音で眠れない。爪で床を擦るミミズのせいで眠る。ネズミのせいかな。毎日ネズミを駆除しているが、うん、人を見つけたことがない。8匹、うんうん、頭をカリカリするのが好きなんだ、はいはいはい、え、なんだ、どういうこと、ね、トリスタンが、トリスタンがでも順番でいくと、うん、じゃあ8、7、3、5かな。そうだね。 OK。 8、 8、 あ、やばい、3、5。おお、いったいった、素晴らしい。オッケー、閉め。オッケーオッケー。閉めちゃうもんね。わあ、ここ。あ、狭いね。うわあ、ここ。これ、ウケツさんだったら絶対に気にかけるエリア。そうだね。なんか変だ、つって。栗原さんに電話かけなきゃ。シークレット・オブ・マイ・ハウス。あ、マイじゃない。オブ・ザ・ハウス。オブ・マイ・ハウスだね。私、それに引っ張られました、今。すごくない？この、4枚。すごい。フォースモニターだね。あ、鍵、あ、鍵だ。いいね。地下だ、地下。いけるよ。あ、近づいている。え、お、近づいてる。え、困る。扉がない。あ、ほんとだ。扉がないっす。扉ない。普通に画質どうしちゃったって。いや、ほんとザラザラしてるよ。地下行きますよ。うん、行ってみよう。いる？いる？いない？あ、いない。あ、いない。あ、すごい。すごかったね、今。あ、すごかった。あ、ここですか。あ、すんごい写真が飾ってある。あ、よく見たら。右下の写真やばくない？なーにこれ。あ、え、ケニーだって。ハードルード、カジモドケニー。カジモドって、あの、ナナが嫌いって言ってたことよね、急に。あ、そうだね。で、ケニーもいたよね、確かに名前。ケニーってミミズの人か？これ表に戻すと。あ、だから、その人たちだよってことか。この人たちってことか。うん、あ、そっちで見たいな。あ、見れる見れる見れる。あ、見れる。じゃあこれ名前呼んであげれば。あ、アーカイブある。あ、ほんとそう。新しいお客さんたちはうまく馴染んでいる。廊下を走り回り子供たちと遊んでいる。すぐに自分の知識を子供たちに伝えるだろう。彼は今軌道に乗っていると思う。お父さん。お父さん。ずっと尾行されてる。ずっと尾行されてる。何の話
現代社会のあらゆる道徳原則に反する研究を行っていた研究所が閉鎖される。その人が逮捕された一人は逃走に成功した。予備データによると彼は研究所から検査サンプルを持ち出すことができなかった。あ、できなかった。あ、そうなんだ。まあでもなんかそういう怪しい研究組織があって、そのうちの一人が逃げてるってことだね、うん、1976。とりあえず地下だね。そうだね、地下に行こう。うん。あ、え、そんな物理的にルートを指定されてしまった。やめてくれよ。素晴らしい素晴らしい。よし、ベースメント。よいしょ。元の場所に。あ、ここに。なるほど。ああ、なるほどね。いいですね。ここはもう庭ですよ、うん、私。毎回ここに逃げ込んでますから。ああ、鉢合わせた。目の前だったのに。満身。地下行ってみよう。うん。オッケー。オッケー。設計図を手に入れるためとか言ってたよね。言ってたね。ウィミ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 。とりあえずそこに扉あったけど一旦無視で進んでみましたが、うん、扉が3つも増えたのでとりあえず開けてみます。あ、これはこのマーク、ワッフルみたいなマークなんです。あ、そうだね。こっから大扉から、はい、開かない、うん、開かないですと。開いた。あ、開きますと。暗いね。あら、めっしゃー。めっしゃー。ビッグラット。ラットってレベルじゃないよ。え？え？ん？ん？どうした？聞こえたぞ。あら、ほんと。自分だったぞ、きっと。あ、これどこここ？どこここ？え、あ、バレてるよ。なんか火持ってる人いるよ。あ、なんか。あら、あら、さまざまな人がいるね。君、お名前は？きっと君も。それが過ぎ去るのを罰すべき。あ、なるほど。なるほどね。そういうことだったんですね。なんで毎回、ちゃんと戻してくれるんだ。ねえ。あ、いい、いいね、いいね。あ、いたね、いいね、いいね。行きました、行きました。行きました、行きました。平和だ。平和が訪れました。うわ、うわ、すごい血が。なんじゃこれ。なん、え？なんか出てる。な、なにこれ。え、戻ってきてる。そういう感じなのね。一周するんだ。じゃ急がなきゃダメだ。開くでしょ、君。あ、開かない。開かないんです。開かないんですよ。君開いてたじゃん。あれ？あれ、来ないじゃん。あ、閉めちゃった。いなくなったんじゃね？やられすぎていなくなった。うん、優しい仕様になったんじゃない。もうだってもう平穏だもん。あれ、あ、平穏だ。いなくなった本当に。あれ、やられすぎて、もしかしたら。あ、あらら、ボルトカッターだ。あー、これで赤い扉が開かれるということか。あー、もうあのボルトカッターでやるしかないね。え、やる。あ、ボルトカッター来た。ここが階段か。オッケーオッケーオッケー。なるほど。あ、なんかある。最近大きなネズミを捕まえました。でもお父さんに取られちゃった。このネズミは頭が大きかった。また鳴き声が聞きたいな、トリスタン。あら、え？また起きると思うと背筋がゾッとする。どういうこと？どういうこと？早い。あー、早いね。風呂。あけあけ。あら、おー！あー、頭。これが？頭大きかったのってこれ？あららららら、頭そんな大きいか。あ、君が木に。あ、そうなんだ。一時的な治療の根性。なるほど、なるほど。切断直後に使用した場合の副作用。あ？ん？あら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 らららら、やられた。え、誰にやられてんのこれ。インフェステーション。やばいやばいやばい。やばいよ、なんか撃たれてる、絶対撃たれた。なんか頭大きくなっちゃうんじゃない。血清撃たれましたけど、頭つながってる私。赤い部屋上にももう一個あったから開けに行きたいね。あ、そうだね。うん、そこだ。来た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 。オッケー。ここにもじゃあ被験者がきっと いるん。ワッフル来たー。おー、出たー。とりあえずワッフルに戻りますか。はいはい。あ、いたわ。いる。お前何寝とんねん。え？なんで寝てんだ。もう残
か意外と誰話せる人なのかしら、もしかして。もしかしたらそうかもね。ワッフル来たー。オッケー。ん、え、広っ。お、結構これにはウケツさんもにっこり。いびき、ここまで聞こえるいびき。あ、なんか色調が本当だね、不安定だ。ええ、痛い、頭から。頭、え、やっぱ主人公やばいんじゃない、ちょっと。あー、誰か来てる。え、女性、え、え、女性か。いや、違くない。ん、あ、やばい、すっぽんぽん。やばい、すっぽんぽんではないな、パンツは履いてるな。やばいやばい、頭取られちゃう。取られちゃうね。新しい子、あ、やばい、29になっちゃった。私29番に入れられた。あー、 The End、 Complete the game だ。終わりましたよ。だから自分も被検体にされてしまったってことですね。そういうことですね。続くってしたらどうなるんだ。あー、ここからか。いびきかいてる人どこだみたいなところでスタートになるんだ。ならならだ。これはエンディング変わらないかな。はい、ちょっともう一周行ってみますかね。うん、エンディングがね2周あるかもしれないっていう話なんで、人形も一応可能な限り集めてはいたんだけど、うん、多分人形も関係なさそうだったね、特にその分岐とかには。うん、まあ、平和ちゃん調べによるとすぐ帰れるエンディングがあるらしいね。そうだね、あるっぽい感じだった。ニューゲームでちょっとすぐ帰るってやりたいとこなんだけど、うん、帰れなかったわ。ねえ、お、誰もいない、誰もいないようだ。あ、お、ピザ置いた。置いた。ピザ置いたやん。置けるやん。お、じゃあもう帰れ。あ、あ、めっちゃハッピーじゃん、これだったら。これが一番いい。多分向こうもバレたから被検体にしたところあるもんね、きっと。そうだね。みんな幸せ。みんな幸せエンドですね。お、うん、え、なんかちょっと今不穏じゃなかった。襲われたかった主人公最後。今ちょっと襲われたかもしれないわ。どっちみちエンドだったかもしれないわ。設計図のために地下に行ってたのは完全に罠だったのかな、そしたら。そうだと思う。ボブてめえ、ボブ。許さねえぞ、ボブ。よければチャンネル登録、高評価、コメントなんかも残していただけますと嬉しいです。はい、お願いします。また次の動画配信で、バイバーイ。バイバーイ。